フレンドシップゲームズもしくはフレンドシップ84は1984年7月2日から9月16日までソビエト社会主義共和国連邦及び8カ国の社会主義諸国の計9カ国が同年のロス五輪をボイコットして開催した総合競技大会。フレンドシップゲームズの公式筋は IOC との摩擦を避けるために今大会が ロサンゼルスオリンピックの対抗大会であることを否定している。今大会はたびたび東側諸国による大体オリンピックとも称された。今大会は約50カ国が参加した。オリンピックをボイコットした国から参加した選手は1000級のアスリートが揃っていたが、オリンピックに出場した国から参加した選手は、オリンピックに出場できなかった2000級のアスリートの 寄せ集めとなった。1984年5月に IOC 会長であるフアン・アントニオ・サマランチはロサンゼルスオリンピックのボイコットの撤回を求めて東側諸国と会合を持った。しかしながら東側諸国の方はこの会合をフレンドシップ・ゲームズの詳細を話し合う場とした。サマランチが唯一成功したことはルーマニア社会主義共和国をボイコットに 加担させなかったことだけだった。ロサンゼルスオリンピック開幕まで3ヶ月を切った1984年5月8日にソ連はロサンゼルスでは自国の選手の身の安全が保障されないとしてオリンピックのボイコットを表明した。タス通信はアメリカが政治目的のためにオリンピックを不当に利用しているとさらなる非難を加えた。ワシントン政府による国際関係における存在で 派遣主義的な振る舞いはオリンピックムーブメントの崇高な理想と相反するものである。公式声明が出される数時間前に発行されたロンドンイーブニングスタンダード誌の記事で西側のマスコミ向けに記事を書いているソ連のジャーナリストであるビクトル・ルイスがソ連によるボイコットの決定を最初に世界に知らしめた。さらにソ連圏による代替競技大会のための詳細な計画が すでに作成されていることも付け加えた。アメリカの組織委員会を混乱に陥れるためにギリギリになってからそれは発表されるだろうとルイスは書き記した。記事ではブルガリア人民共和国が大会のホスト国となるだろうとしている。5月10日にはブルガリアがソ連によるボイコットに加わった最初の国となった。同日にドイツ民主共和国もそれに加わった。 5月11日にはモンゴル人民共和国とベトナム社会主義共和国が続いた。5月13日にルイスはフランスのジュールナルデュディ・マンシェ氏で別の記事を掲載した。そこでもソ連がオリンピックに対抗するための大会をブルガリアの首都であるソフィアで開催するであろうことを記した。ただし今回はソ連がその種の企てにより IOC から除名されることを恐れているとして、実際に大会が開催されるか疑わしいともした。同日には、ソ連のスポーツコメンテーターであるフセボルドクスクスキンが、ABC テレビのディスウィークという番組で、東欧圏がそのような大会を開催することはないとコメントした。さらに同日、ラオス人民民主共和国、チェコスロバキア社会主義共和国、 アフガニスタン民主共和国がボイコットを表明した。5月14日にソビートオリンピック委員会会長のマラト・グラモフはボイコット問題を論じるために記者会見を開いた。その会見においてグラモフはオリンピックと競合することを目的としたいかなる大会も支持することはないだろうと確約した。同日、ポーランド人民共和国は次のように声明した。 東側諸国の代表はオリンピックへの対抗を目的とした大会の考案には拒否権を行使したが、ロサンゼルスオリンピックに参加しない代わりに、東側諸国の様々な国で様々な競技大会を、オリンピックとは別の期間に開催することになるだろう。5月16日にはハンガリー人民共和国がオリンピックをボイコットした9カ国目となった。 翌日にはポーランドが続いた5月20日にはオーストリアのプレッセ市でオラフ・ブロックマンはソ連のデカスロンチームの主任指導者であるアレクサンダー・ウシャコフの発言として東側諸国が大会における一連の競技種目を早急に準備していることを伝えたブロックマンはそのうち5つの競技名を挙げた陸上競技はチェコスロバキアのプラハと東ドイツの東ベルリン及びポツダム フェンシング、近代五種、ボクシングはポーランドで開催されるとした。また、伝えられるところによれば、オリンピックへのいかなる形の対抗大会も禁止する IOC との衝突を避けるために、今大会はオリンピック期間以外に開催されるだろうと、ウシャコフは述べたという。5月21日から、チェコスロバキアのプラハで、IOC 会長のサマランチは、東側諸国の11に上る。 オリンピック委員会と会合を持った。サマランチは説得によってボイコットした国が態度を改めることに希望を抱いていた。しかし会議に参加した11カ国の内ルーマニア社会主義共和国のみがオリンピックへの参加を約束しただけで、それ以外の国は態度を変化させるどころか、この会合において彼らのための夏季競技大会について論じる始末だった。 5月24日には、プラハのテレビにおいて、チェコスロバキアオリンピック委員会会長のアントニー・ヒムルが、オリンピック終了後に、いくつもの東側諸国において、オリンピック競技に基づいた、独自の競技大会を開催することを表明した。過去4年間実直に鍛錬してきた選手に、彼らの能力を発揮する機会を与えることを目的とした大会だという。かくして、 フレンドシップゲームズの概念が公式に宣言されることになった。ヒルムはロサンゼルスオリンピックの閉幕となる8月12日以降に大会が開催されるであろうと述べた。また、チェコスロバキアでは体操、アーチェリー、女子ハンドボール、女子陸上競技が開催されるという。さらにヒルムは、今大会はオリンピックに出場した諸国の選手も含めてすべての選手が 参加可能だと表明した。その会合のすぐ後には、キューバ共和国が、オリンピックのボイコットを表明した。6月の終盤までに、朝鮮民主主義人民共和国、イエメン人民民主共和国、社会主義エチオピア、アンゴラ人民共和国もボイコットに加わった。6月にソ連は、テッド・ターナーと彼が所有する、ターナーブロードキャスティングシステムに対して、アメリカの視聴者に向けて、 ハンガリーで開催される今大会のテレビ放映について打診したが拒否された。しかし彼の放送局が他のスポーツ大会同様に今大会の一部の模様を放映することは約束した。ホスト国は青色、その他の参加国は緑色を示す当初、ソ連で開催される大会には8000名近い選手の参加が見積もられていた。後に、 参加が見込まれる選手は49カ国から2300名と判明した。しかしながら実際に参加した選手はそれ以下だった。ソ連以外の国で開催された競技大会に参加した選手の正確な数は不明である。オリンピックをボイコットした国から参加した選手は1000級のアスリートが揃っていたが、 オリンピックに出場した国から参加した選手は、オリンピックに出場できなかった2 0 0 9級のアスリートの寄せ集めとなった。今大会は7月2日に北朝鮮で卓球競技が開催されたことにより始まったが、公式の開会式は8月18日にモスクワのレーニンスタジアムで2時間にわたって開催された。そのすぐ後にソ連国内での競技が始まった。 開会式では、ソ連の各共和国の民族衣装をまとった多数の子供たちが登場した。また、白いレオタードを身につけた少女たちが、赤と白のビーチボールを同時に回転させたり、若い実演者の一段がしゃがんだり向きを変えたりしながら、色鮮やかな横断幕に合わせて人間旗折を作り出した。さらには、銀色のフラフープを手に赤い服で着飾った10代の、 少女たちがソ連と平和の文字を形作った。この開会式はオリンピック開会式を連想させるものだと評された。オリンピック開会式で見られるような聖火ランナーがモスクワオリンピックのために建設された巨大なスタジアムに歩を進めて炎を照らし出した。その聖火はクレムジンに位置する第二次世界大戦の犠牲者のための永遠の投下からもたらされたものだった。 入場行進はオリンピックと異なり国単位ではなくディナムやスパルタクといったスポーツ団体単位でなされた。開会式では赤軍に捧げられた1918年の軍事行進局や1980年のモスクワオリンピックのために書かれた我が夢のスタジアム。さらには晴れやかな平和にはイエス、イエス、イエス、核爆発にはノー、ノー。 ノーというコーラスを伴った、今回のために特別に作られた曲などが演奏された。ソ連共産党書記長のコンスタンチンチェルネンコは、開会式に出席しなかった。しかし、共産党の政治局員であるドミトリー・ウスチノフ、ミハイル・ゴルバチョフ、グリゴリー・ロマノフ、ビタリー・ウォロトニコフ、ビクトル・グリシンの5名は姿を現した。 各競技は7月2日から9月16日にかけて、ブルガリア、キューバ、チェコスロバキア、東ドイツ、ハンガリー、北朝鮮、モンゴル、ポーランド及び、ソ連の9カ国において開催された。ロサンゼルスオリンピックの開催期間である7月28日から8月12日までは、馬術を除いて開催されなかった。大会では、サッカーとアーティスティックスイミングを除いた22の、 オリンピック競技及び非オリンピック競技の卓球、テニス、サンボが実施された。さらには、同じく非オリンピック種目である女子の射撃と、新体操の団体戦も実施されたが、ロサンゼルスオリンピックでは採用された女子の、ロードレースは実施されなかった。フレンドシップゲームズにおけるアーチェリー競技ソ連が6種目中5種目を、制した。やり投げで、 金メダルを獲得した東ドイツのウェホーオンフレンドシップゲームズにおける陸上競技大会が始まる前にソ連のコーチであるイゴールテル・オバネシアンは自国の選手たちが大会では10以上の世界記録を達成する可能性について語っていたが一つも世界記録を出せなかった一方で東ドイツの円盤投げの選手であるイリーナ メスジンスキーが7 3チ3 6トルの世界記録を出した。また、陸上競技は、ロサンゼルスオリンピックの金メダリストが参加した唯一の競技となった。女子4 0 0ルリレー金メダリストであるアメリカのアリス・ブラウンと、女子砲丸投げ金メダリストである西ドイツのクラウディア・ロッシュが参加したものの、両者とも、今大会ではメダルを獲得できなかった。 男子800メートルでは、キューバのアルベルト・フアントルナとポーランドのリシャルド・オストロフスキーが同時にゴールするという陳事が起こった。写真判定でも判別がつかなかったのでどちらが1位で、あるか決められず、運営側は両者を勝者とした。毎年開催されていた、モスクワマラソンを今大会のマラソン競技に割り当てる、ことにした。このことでちょっとした問題を引き起こした。 モスクワマラソンには、毎年モスクワのアメリカ大使館付きの海兵隊員が参加していたが、モスクワマラソンが、フレンドシップゲームズの一部として扱われたことにより、参加を見合わせることになった。フレンドシップゲームズにおけるバスケットボール競技男子は、決勝で、ソ連がチェコスロバキアを105対70で破って、優勝した。キューバがポーランドを破って3位になった。女子もソ連が優勝した。 女子は、総当たりのリーグ戦での開催だったために、準決勝や決勝は行われなかった。フレンドシップゲームズにおけるボクシング競技ホスト国の、キューバが11階級のうち10階級を制した。残りの1階級であるウェルター級は、東ドイツのトルステン・シュミットが優勝した。オリンピックで3連覇をしていた、キューバのテオフィロ・ステベンソンは、 自国がロサンゼルスオリンピックをボイコットしたためにオリンピック4連覇を達成することはできなかったが今大会のスーパーヘビー級を制した。ボクシングは今大会でソ連が金メダルを獲得できなかった3競技のうちの一つとなった。残りの2競技は近代五種と卓球だった。フレンドシップゲームズにおけるカヌー競技ホスト国の東ドイツとソ連が 12種目のうちそれぞれ6種目で金メダルを獲得した。フレンドシップゲームズにおける自転車競技東ドイツのシュライツにあるシュライツアードライエックは普段自動車かバイクのレース用トラックとして使用されていたが今回は個人ロードレース種目用の施設として用いられた。ベテランのウーベアンプラーやウーベラーブといった多数のピースレース参加者をはじめとした この時代のトップレベルの競技者が今大会に集った。フレンドシップゲームズにおける引込み競技引込み競技もまた、東ドイツとソ連によって、金メダルが独占された。金メダリストには、アレクサンドル・ポルトノフやブリタ・バルドゥスなどがいた。フレンドシップゲームズにおける馬術競技馬術競技の一部は、今大会で唯一、ロサンゼルスオリンピックと、同時期となる8月6日から10日に開催された。 この競技で西ドイツとイタリアの選手が今大会で唯一となるメダルを獲得した。バババ術ではユーリ・コフショフが2頭に乗馬して、それぞれ金メダルと銀メダルを獲得した。フレンドシップゲームズにおけるフェンシング競技男子は、ソ連の選手がほとんどの種目を制したが、女子はゲルトルード・ステファネクとエディト・コバーチュの活躍により、ハンガリーが2種目を制した。 フレンドシップゲームズにおけるホッケー競技男子はソ連の A チームが制した。同じく B チームが3位になったので4位のジンバブエに銅メダルが授与された。また男子はアフガニスタン民主共和国が出場したが東ドイツに0-27で大敗したのをはじめ全敗した。フレンドシップゲームズにおける体操競技女子の体操ではオルガモ・ステパノワが個人戦で4回。 団体戦で6回の、計10回も10点満点を出した。新体操における15のメダルは、ブルガリアのディリアナ・ゲオルギエバと、アネリア・ラレンコマ及び、ソ連のガリーナ・ベロングラズオワと、ダリアクと書いての4名のみによって独占された。フレンドシップ・ゲームズにおけるハンドボール競技男子は、決勝で、東ドイツがソ連を18の17で破って、接戦をものにした。 ポーランドが3位だった。ハンガリーのペーテル・コバーチュが今大会最多の26得点を記録した。女子はソ連が制した。フレンドシップ・ゲームズにおける柔道競技ソ連がほとんどの階級で金メダルを獲得した。ホスト国となったポーランドも7つのメダルを獲得するなど大きな成功を収めた。フレンドシップ・ゲームズにおける近代五種競技ハンガリーの ダースロー・ファービアーンが個人戦を制した。団体戦もハンガリーが勝利した。フレンドシップ・ゲームズにおけるボート競技ソ連が14種目のうち11種目を制した。残りの3種目は東ドイツが勝利した。フレンドシップ・ゲームズにおけるセーリング競技セーリングはエストニアのタリンに面したバルト海で開催された。470球とフィン級のみは ハンガリーのバラトンコで実施された。金メダルはソ連と東ドイツによって独占された。この競技でカナダとフィンランドが今大会における唯一のメダルを獲得した。フレンドシップゲームズにおける射撃競技オリンピックで実施されている種目が今大会でも実施されたが、それに加えて非オリンピック種目である女子の10メートルエアピストルと50メートルライフル3ポジションも実施された。 シルビア・ゲラシュ、15歳ながら女子100メートル平泳ぎで世界新記録を樹立した。フレンドシップゲームズにおける競泳競技今大会で5つの世界新記録が樹立された。男子200メートル背泳ぎでソ連のセルゲイ・ザボロトノフが記録した1分58秒41はロサンゼルスオリンピックで優勝したアメリカのリック・キャリーより1秒半も早かったことから、 監修を大いに沸かせることとなった。東ドイツの選手である15歳のシルビアゲラッシュは、女子100メートル平泳ぎ及び、チームの一員として出場した400メドレーリレーで、それぞれ世界新記録を打ち立てた。フレンドシップゲームズにおける、卓球競技卓球はこの時点でまだ、オリンピック競技ではなかったが、今大会では北朝鮮で開催された唯一の競技となった。 北朝鮮が7種目のうち4種目を制した。特筆すべきは、中祖対立により他の社会主義諸国と一線を画して、北中国がこの競技には参加したことだった。また、この競技で、小野誠治と安倍博之が本大会における日本選手唯一のメダルとなる金メダルを男子ダブルスで獲得した。フレンドシップゲームズにおけるテニス競技男女の 個人戦と男子ダブルスはソ連の選手が制した。女子ダブルスはチェコスロバキアが勝利した。フレンドシップゲームズにおけるバレーボール競技男子は取り立てて驚くこともなく、ソ連がキューバとポーランドを抑えて優勝した。女子はキューバがソ連を破って優勝した。フレンドシップゲームズにおける水球競技1980年のモスクワオリンピックで、 金メダルを獲得した選手が大半を占めるソ連チームが優勝した。ハンガリーが2位、キューバが3位となった。フレンドシップゲームズにおけるウェイトリフティング競技ブルガリアとソ連が金メダルを独占した。今大会ではソ連のアナトリ・ピサレンコがスーパーヘビー級で2度世界記録を破ったのをはじめ30回も世界記録が更新された。 フレンドシップゲームズにおけるレスリング競技、フリースタイルレスリングとグレコローマンレスリングに加えて、非オリンピック競技であるサンボも実施された。サンボはモンゴルで開催された唯一の競技でもあった。以下は NA アリンピジョスキムスラク1984及びクイオスディスポート84という書籍における統計に基づく。なお、サンボはメダル数に含まれていない。 女子100メートルで優勝した東ドイツのマルリース・ゲールの出した10秒95はアメリカのエベリン・アシュフォードがロサンゼルスオリンピックで優勝した際に記録した10秒97よりわずかながらも早かった鉄のカーテンを隔てた両陣営のマスコミが頻繁に2つの大会の結果の比較を試みたフレンドシップゲームズで出された結果を考慮すればロサンゼルスオリンピックに 東側諸国の選手が出場していれば、60種目以上でメダルを確保できることになる。東側諸国の選手は、陸上競技では41種目中20種目、競泳では29種目のうち11種目で、ロサンゼルスオリンピックの記録を上回った。また、射撃の50メートルランニングターゲットで、オリンピック金メダルを獲得したリトマイの記録は、 フレンドシップゲームズの同種目では6位に過ぎない。加えて、ウェイトリフティングやレスリングでは、この当時のトップレベルの選手のほとんどが、フレンドシップゲームズに出場したものの、オリンピックには参加しなかった。しかし数名のジャーナリストは、両大会が異なったコンディションや施設にあることを考慮に入れない、この類の比較は妥当でないと指摘した。例えば女子100メートルの記録で、 マルリース・ゲールがエベリン・アシュフォードをわずかながらも上回ったというがフレンドシップ・ゲームズの翌週に開催された大会でアシュフォードはゲールを破って世界新記録を樹立している同様に東側諸国は自転車競技の記録でオリンピックの記録より良かったもののフレンドシップ・ゲームズは室内の板張りのトラックで開催されておりオリンピックは 屋外のコンクリート製トラックでの開催だった。アフロアメリカン氏は次のように結論付けた。この種の比較は、まるで、カール・ルイスが、ジェシー・オー・ウェンスより早く、モハメド・アリが、ジョー・ルイスより強く、競争場のセクレタリアとガマンの王を振り切ると、言ってるようなものだ。両大会の比較は、政治的な深刻さも伺えるものだった。フレンドシップ・ゲームズの主催者側はマスコミに、 今大会がオリンピックの代替大会ではないことを必要に確信させようとした。このような態度は IOC が規定する処罰を避けるためだとも推察される。ソ連の国営メディアなどはたびたび今大会とオリンピックとの対比をほのめかした。タス通信はフレンドシップゲームズがオリンピック年における一大イベントだったと言明した。ソビエトスキースポーツ紙は フレンドシップゲームズこそがここ4年間のオリンピックサイクルにおけるメインイベントであるかのように描写した。ソ連オリンピック委員会会長のマラート・グラモフは過度の熱狂と名簿にまみれたロサンゼルスオリンピックとは対照的に社会主義諸国はオリンピックムーブメントの結束を強める職務に忠実であったと述べた。IOC のディレクターであるモニク・ベルリューは フレンドシップゲームズについては何であれ、応答するつもりはないと語った。2006年にポーランドの政党である法と正義は、フレンドシップゲームズのメダリストには、オリンピックのメダリストと同様の恩恵を与えるべきだと提案したが、その案が採決されることはなかった。ありがとうございます。